イザイマイレンです。トウツキです。ペペです。お願いします。今日は何ですか。新選組が最も恐れた男、川上玄斎という男についてお話ししたいと思います。知らないです。実はこの男、あの有名な映画ルローニケンシのモデルとなった侍なんですよ。知ってました。知ってました。もしかして、ね、抜刀斎日村。はい、抜刀斎日村のモデルとなった男なんです。それは気になるわ。こいつの人生かなりヤバかったんで、ちょっと今回いろいろご紹介したいと思います。はい。聡明なテロリスト。1834年、熊本藩細川家の下級武士として生まれた川上玄斎。身長150センチと小柄で色白であったため、よく女性と間違われるほどだったといいます。剣は我流で片手抜刀、つまり低い姿勢からの上に切っていく方法が得意であったと伝えられている。そんな川上玄斎ですが、幕末から明治時代初期にかけて数百人を殺めた幕末の四大人斬りの一人とされています。これを聞くと彼はまるでテロリストのような印象を受けますが、もともと彼は幼い頃非常に勉学に励んでいました。玄斎は自習館という学校で生け花や和歌を習得。その中で儒学者や国学者に師事、さらに幕末の武道に大きな影響を与えた宮部貞蔵に三河流兵学を学びます。この三河流兵学というのは武道だけではなく日本を大切にする心を学ぶためという目的もありました。これを学んだ川上は次第に他国の干渉を拒絶する尊王攘夷という考え方を持つようになってしまいました。学はあるんや。学はあるんですよ。だからこの川上玄斎を語る時にテロリストって言われるんですけれども、ちゃんと教養はあったっていうふうに言われてるんですね。教養あるし、別に強い強いっていうのもすごいですよね。尊王攘夷ご存知ですか。ん、尊王攘夷出てるけど目が。尊王攘夷ってのは幕末の時期に大きく2つの考え方がありましたと、うん、それは開国派と尊王攘夷派っつって、うん、まあ、開国派の人たちはどんどん新しい外国のその情報をどんどん取り入れようっていう人たちで、尊王攘夷っていうのは、うん、いやそんないらねえと、鎖国のままで行こうぜみたいな、天皇最高みたいな人たちなんですよね。それはわかるっしょ。分かってない。いや俺さ全然わかんないけど、あのルローニケンシは大好きなのね。ルローニケンシのさ日村抜刀斎はさ、うん、あれ酒場刀やん。あーあるね。あの切れないじゃん普通にやっても、こう逆方向にやるやつ、峰打ちみたいな感じね。そうえあれなの。そうじゃなかったって言われてる。あ、本人はモデルは違うんだ。そうそうそう、違う、バチバチに切ってたらしい。キャラ、あ、もうそれキャラ付け。あ、それもキャラ付け。あ、それも。ただちょっとこの後のエピソードでちょっとそこに絡んでくる話もあるので、ちょっとそれもまた見ていきたいと思います。神木アムシの玄斎。1853年、黒船が来航し日本は開国へと大きく変化していくことになります。一方でそれが気に食わなかった川上玄斎、あまりに真面目すぎた玄斎は考えが合わない人は殺すしかないと考え始めます。そして気に入らなければすぐに刀を振る、その性格から気性の荒い蛇、マムシに例えられるほどでした。例えばある酒の席で仲間がある横暴な幕府の役人の話をしたところ、黙って聞いていた玄斎が席を立ったと思うと、しばらくしてその役人の血だらけの首を袖に抱えて戻ってきて飲み直したことがあったといいます。またさらに玄斎の衝動性がわかる事件が起こります。1864年6月に起きた池田屋事件で、玄斎の師匠であった宮部貞蔵が新選組に殺されてしまいました。いても立ってもいられなくなった玄斎は師匠の仇を討つべく再び京都へ向かいます。その途中、新鮮な京都の町を西洋の野蛮な馬に乗っていたという理由だけで開国論者の重鎮佐久間昌山を衝動的に切ってしまいます。ちなみに佐久間は吉田松陰の先生でした。その時はしてやったりだった川上玄斎でした。しかし後に思想的には佐久間昌山と川上玄斎は共通していたことが分かり、結果的に衝動的に殺したことを後悔。そうした後悔が積み重なり、川上は次第に刀を持たなくなっていったのだといいます。おい、吉田松陰の本読んでたのに先生殺してた。馬飲んなっつって調子飲んだって理由がで切った後に気づくっていう、あ、同じ考えの持ち主だったのかみたいな。そのあ、ちまやっちゃったマジごめんで済むん時代的に。いろいろ話はあるんですけども、これこの事件はまあいろいろお叱り受けたものの死罪とかにならなかった、死刑とかにならなかったんですよね。え、それでも相当な役人の人でしょ。そうそうそう、結構めちゃめちゃ偉い。大丈夫なんだ。でもやっぱりそのさっきも言ったように開国派と、うん、その尊王攘夷派、尊王攘夷派どっちも偉い人が幕府にいるから、うん、まあ、なんかお許しみたいなの受けていたらしい。まあまあみたいな、まあ、まあ、パワーバランス。でなんかどっちかがその開国語論者が、例えば玄斎を罰したとすれば、うん、バトっちゃうからね。ああそういうことか。ああなるほどね。内輪者になっちゃうから、うん、それも罰せられないみたいな状況があったらしいです。パワーバランスってめっちゃ流行らんかった。うわめっちゃ流行った。手につけるやつ。
これですか。パワーバランス。あれパワーバランスか。謎とかそうか。やばくない？パワーバランス。いやこんな感じだけどさ、うん、めちゃくちゃなね。いやめちゃくちゃな性格っぽいじゃん。なんか奥さんとかはいたらしい。いたんだ。そう、奥さんもいるし子供もいるっていう。え？じゃあもしかしたらルローニケンシン次のやつで結婚するかも。あ、エミ説。エミと。あ、それ熱い熱い熱い。タカヒロがぶん殴りに来る。そこ繋がるんだ。言い混じってんの。そこ繋がるんだ。現在のその後を見ていきたいと思います。はい。玄米ティアモ。開国後、維新後開国政策へと走る新政府は鎖国攘夷を要求する玄斎のような攘夷論者を疎ましく思っていました。1869年、玄斎は熊本藩に左遷されてしまいます。それでも諦めない玄斎はそこに優秀館という若者を教育する施設を設立しました。そこでは数百の兵士を集めて玄斎の思想や兵法と学問を教える一方で、ビジネスに対する興味もあったため朝鮮、大阪、北海道との交易も始めます。ところがこれも熊本藩から突然免職の通知を受けてしまったため失意のまま解散。その後なぜか様々な罪に問われてしまった川上は監獄に囚われて江戸送りにされてしまいます。そして明治4年12月4日川上玄斎は日本橋の小伝馬町にて斬首されたのでした。うーんっていうね、まあ晩年は結構かわいそうな人生を送ったらしいんですよ。なるほど。まあ、やることやっちゃってるっちゃやっちゃってるけど、まあ濡れ衣だよ。濡れ衣、これは濡れ衣らしくて、うん、あ、そうだ、なるほどね。そう、もちろんいろいろやってっけどね、もともとなんですけど、まあ彼はもう結局時代の流れに取り残されて、うん、殺されてしまったっていう、そういう、まあ、まあ、マジであのルロケの時代の、うんうんうん、そうですね、武士がいるかいないかっていうタイミングの、うん、そうなんですよ。その時代的にもやっぱ似てるんやな。似てますね。もう本当にだからやっぱ参考にしたんだと思います。幕府に対抗する感じがね。確かに時代遅れのみたいな感じのやつ頑張るみたいなね。おお、確かにそこ似てるね。そうそうそう。でもあのルロケンだとなんかさ守るためみたいな感じだけど、ね、そうね、この本家結構まあちょっとやばい。やばいね。めちゃめちゃやばい。なんかイメージ変わったね。そのめちゃめちゃやばいですよね。ござる。はい、じゃあ皆さんゴールデンウィークみんなルロニケンシン見に行ってね。はい、はい、今回のヤバ指数いくつでしょうか。あ、ヤバ指数、ヤバ指数、はい、結構ヤバかったけどね。はい、はい、何でしょう。本日のヤバ指数、はい、キャッチに1000円と言われて入ったバーでお会計35万の請求来た時。ヤバ、あれやらせ、え、あれもやらせ。よく見るやつ。あ、どうも。